こんにちは、外国人です。今日はですね、バックパックを紹介しようと思います。いろいろね、バックパック紹介してきましたね。アークテリクスのアロ22とか、はい、大のお気に入りですけども、ニアイーボのフィヨルド36、これはですね、フィヨルド60っていうね、このバカでかい、まあ、超かっこいい、めっちゃ使える、機材バッグ、あ、開いてるわ、機材バッグを、購入して、気に入りすぎて36リッターも買ったんですけど、今日ご紹介するのはこれです。じゃーん、インケースアイコンパックナイロンです。開けていきましょう。はい、まずね、軽いっすね。普段使いはね、軽いバックパックいいなと思ってたんですけど、まさにです、これ重さがね 1.2 キロですね。ちょっと細かく見ていきましょうか。はい、まずドン、インケースと書いてありますね。はい、で、サイズが縦が48センチ、幅が33センチ、厚みが23センチになってます。うん、結構しっかり形が崩れなそうですね。あと底面が平らなので自立しそうですね。ここに鋲がないので、まあ、直接この底面がガッとつくような感じになるとは思います。肩に当たる部分は普通のクッションって感じですかね。うん、で、ここで、このベルトでですね、下げたりぐっと持ち上げたりできます。こっちでも調節ができますね。あとは胸の前にパチッと止めて、はい、肩ベルトがこうズリズリずれないようにもできます。あ、こっちの背面のクッション、背中に当たるクッションはなんか低反発っぽい感触で結構しっかりしてますね。ここにロゴがうっすら浮き上がってます。はい、立体になってます。サイドにポケットがありますね。おお、黄緑ですね。黄緑とかだと中のものはすごく見つけやすいと思います。反対にもポケットがあって、こっちはなぜか黒で、バッグの後ろ側、ここにもポケットがあります。深さこれぐらいのポケットがついてます。そしてパカッと、おお、結構細かいポケットがついてる。ペンが入りそう。うん、なんかモバイルバッテリーとかも入りそうです。で、お、こっち側もポケットになってます。これになんか鍵とかつけられそうですね。こっちの奥にも、あ、ここは結構クッション性があるポケットになってます。うん、なんかドローンとか入れるのにもいいかも。なんかバッテリーをこの辺に入れたりとか。さあ、そしてメインの部分なんですけど、ガバッと開けてみましょう。はい、ここに15インチまでのノート PC が入ります。ファスナー付きの、まあ、少し浅めのポケットと15インチ PC が入るポケット、ここにはね、タブレットが、あ、入らないな。こっちはね、浅めになってます。こっちは深いけど、こっちは浅めで、よいしょ、奥までボーンとここにスペースがあって、こっち側はポケットは特にないですね。はい、内側の素材が見えますか。ほら、柄がついてる。見えるかな。ここに柄がね、ついてますね。ほら、あとこの一番トップの部分には、はい、ちょっとしたポケットがあります。で、ここの素材がすごいファサファサした、中に入れたものが傷つかなそうな素材でできてます。あ、メインの開口部に PC 入れるんじゃなくて、ここにありましたね、一番背中と近いところ。ここガバッと開けると、はい、わー、ここだ。ここすごいふわふわの素材になってますね。で、しっかりクッションがついていて、なんか、よいしょ、すごく触り心地のいい素材になってます。ここに、PC を入れるんですね。ちょっと入れてみましょうか。さあ、愛用している Gigabyte の Aero15OLED です。これを入れてみましょう。これ 15.6 インチなんですけど、入ると思います。おお、バッチリ入りました。ここがね、なんかファサファサなってるんで、傷がつかなそうで、すごくいい感じです。あ、これいいわ。ここにファサファサとすごいクッションが入っていて、ノート PC を持ち運びにはめっちゃいいと思います。実際に背負ってみるとこんな感じですね。
パチッとつけて、うん、あ、サイズちょうどいいんじゃないでしょうか。うん、軽い、結構軽いっすね。これ容量が載ってないんですけど、おそらく、20リッターぐらいかなって感じしますね。20、もうちょっと入るかな、30はいかないと思うんですけど、多分20ちょいとかそんぐらいだと思います。はい、こんな感じです。うん、軽くてシンプルでいいと思います。カラーラインナップはグレーとレッドがあるみたいなんで、気になる方は説明欄から公式のサイトチェックしてみてください。はい、というわけで今日はですね、インケースのアイコンパックナイロン、こちらのバックパック、軽いバックパックをね、ご紹介させていただきました。またね、バックパックもそうなんですけど、ドローンとかガジェットの動画たくさん作ってきますんで、よかったらチャンネル登録して次回以降の動画も見てください。 LINE、Twitter、Instagram もやってますんで、説明欄からフォローしてもらえると嬉しいです。さよなら。